はい、つつみこたろうでございます。えー、今日もですね、えー、移動式十字材、録画スタジオ、ビッグ番号より、えー、皆様にお送りしようと思います。でですよ、今日は何をお話ししようかと思って、何かなと思ってたんだけれども、ふと思い出すの。この YouTube っていうのを始めるにあたって、あのー、YouTube、 それまで YouTube っていう言葉すら知らなかったの、私。で、YouTuber っていうのがあるんだよとかって、その投稿する人のことを言うんだけども、その YouTuber っていうのやってみないとかっていう誘いをくれた、大学の時からのお友達だから、もう20年、20年以上の、あのー、お友達なんだけども、長谷川秀樹大魔王っていうのがいるんだよ。 うん。で、その大魔王っていうのは、まあ、あの、いろんなことにチャレンジする人だから、あの、いち期ちき,きね、今もやってるのかなあの、小学校、その名古屋の小学校で、を回って、読み聞かせっていうのを、やってるっていうのをふと思い出したんだね。うん。ああ、いい話だね、とかって思いながら、で、だ、私も思いました。うん。 皆さんに対して読み聞かせをするっていうのも一つありかもしれないということですよ。うん。で、この、まあ、あの、画面ピッピッピっていじっていくと、どんなかん、方が見てらっしゃるかっていうのがだいたい出てくるんだよ。で、だいたいもうほぼ100%が男性。で、えー、年の頃はって言ったら私と同じようなぐらいの、えっ、ー、と、死絡みとかぐらいがピークになってるのかな。 あの、四十五十ぐらいがピークになってるっていう。まあ、そんな感じの、えー、番組だ。うん。で、そこで、頭のいい私がですね、<laughs> 思ったのは、大人の、えー、呼び聞かせということでですね。まあ、一時期はですね、私も学習,学習塾の、あの、教室長って、まあ、店長さんみたいなもんだよ。もうやったことがあるぐらいだから、まあ、うん。国語の教材として、皆さんにですね、えー、今日は、いいものを選んでおこうと。 心に響くものを選ぼうと思いましてですね、ご用意させていただいたのが、えー、こちらですね、えー、っと、デイリースポーツ。はい。これをですね、えー、皆様にですね、呼び聞かせをしようと思います。えー、ざーっと見ていくとですね、うん、いいですね。ここら、ここら辺が。えー、まずまず行ってみよう。感情を込めて。 行ってみるよさあ、えー、禁断の、禁断介護。あー、あー、新妻の禁断介護。木下ひまり、感動小説。人妻家政婦。新妻の体覗いてください。木下ひまり。うん。原作は、渡辺弥生の特選小説。人人妻家政婦覗いてください。新妻の木下ひまりくん。 カッコ24歳、身長169センチ、バスト88、ブー、ウエスト60センチ、うー、八ヒップ85センチ、ブーは、えー、隣の奥さんから、長期間家を開けるので祖父の面倒を見てほしいと依頼される。体が不自由なその祖父は、ひまりくんの献身的な介護と、はちきれそうなホ満乳に、何年ぶりかの、と、勃起。 さあ、しゃぶりなさい、命令じゃと強引に置いたチーマルポを福地に含ませる。そして、祖父は若いジルが溢れ出す、溢れ出るみずみずしい丸んこを吸った。<laughs> その行為を孫,孫が見て完全勃起それに気づいた祖父はあろうことか。 頼むから可愛い孫の初めての女になってくれんかのと、ひまりくんに孫の筆おろしをさせるのだった。うんマックス x a 価格2980円、税別。だって、えー、収録分数は120分。<laughs> いいね。あとねこんなの、こ、これ広告だな。股間に股間を、えー、革命を起こす一品。もう少し大きかったらな。 早漏で彼女を満足させることができない。<laughs> などなど、男性自身の悩みは深刻。うん、まあ、それもそうだな。私もそうだ。えー、巷の口コミで売れてる増大サプリ。g バロン o 1日1回飲むだけで、男性自身の増大 ED、早漏などの悩みを解決する優れものが、この効果性、えー、有効成分を追加配合し、バージョンアップして新登場。ほん すでに20万人を超える愛用者がその凄さを実感しており、この年でプラス6センチ驚きだよ。6センチって、ねでっかくなってモテモテ、などなど大反響の様子。天然成分100%で体にも安心安全。息子でお悩みのあなた。股間に革命が起こりそうだ。 価格は一箱、一ヶ月分 19,、一万九千五百円かっこ税込み。なら、今、キャンペーン割引価格の一万三千五百円。それでも高えな。三箱ならさらにお得な三万五千百円かっこ税込み。あ。だって、六センチ伸びるってえレれいこったぞ。うーん。あ、この、こんなところもなんか。 フランス書院文庫。名作劇場、未亡人、未亡人。えーっとね <laughs>。リサ子夫人は声を震わせ、え,え、と、取り憑かれたように恋願った。ふふふ。リサ子、お前はみだらな女だ <laughs>。カジラは分厚い唇で赤くとわり切った乳首を加えた <laughs>。キゅーとしこき上げるようにきつく吸い上げる。ひぃ、すさまじい快感。 海美観が電撃のように、魚肉をぬ走り抜け、家臣と共と、と脳天にほとばしった。肉のええ気鬱に送信がガクガクのた打ち、夫人の顔がぐんぐ、ぐぐっとのけぞり返る。ああ、だ、だめああ。<laughs> <laughs> キリキリ甘噛みされたチークビと大きく見白くことで、自ら緊張をすり上げてしまった過信から第二波が、夫人に襲いかかった。めくるめくか、か、怪美感に全身が痺れる。すがりつくものを求めるように、両手がギリギリシーツを握り締めた。<laughs> 中略。<laughs> 長げえな、これ。<laughs> ひでえ、これ。 ふ、ふ、ふ、またおし、また潮を吹いたか、し、汁気が多い女だ。<laughs> 充血した花弁をみだらんに左右に開き、怪しくぬる、ぬめ光る、えー、べに、べに、えー、と、鮭ゃ色の、えー、と、き、亀裂から、人とに溢れた樹液がべっととシーツに大きなシミを作っていた。<laughs> いつまで余韻にしたって言つもりだ、リサ子。 ぐったりとしている婦人の体を梶原がうつ伏せに返した。ああ、まだ何を悪目の余韻から冷めやきらぬ夫人があげ、あえぐように不安な声をあげる。うん、ためになるね。うん。大人に対しての読み聞かせだよ。<laughs> 本当にこれいいのかなこういうの流して。 いい、これ、ご意見、やっぱり募集しようこれ。で、<laughs> いや、いいねって言ったらこうやって、べって押してもらっていいし、つみ、やっぱバカじゃんって言ったらガーって押してもらっていいっす。はい。で、あのー、なぜ <laughs> こんなことやってるのとか。なんでビッグ番号からやってるのとかっていうの。まあ、気になる人はですね、登録ボタンっていうのもですね、ピッて押してもらうと、あ、今までの経緯はこういう感じで、エロでオゲレッティな話をする、えっ、ー、と、もうあと数日で48になるおっさんがおると。ということで、えー、皆さんにですね、ちょっと知的なっていうか、頭悪くなるような、こんな絶対。 な、えー、放送を今日はお送りしました。うん、ご意見、ご感想、熱文、お待ちしております。ではでは、えー、皆さん、次の動画でお会いしましょう。シャバドドビアバ、シャバドビア、ダバダバッタ